ほうで始まりました。モニテスチャンネルでございます。さあ、4浪のですね、はい、来ましたよ。共通テストの結果ですね。まあ今までもね、様々な英作文を見てきたですね、はい、東北大を目指す4浪でございます。はい、ね、初めて、志望校を言いましたけどもさ、東北大を目指す彼は一体どうだったのかっていうですね、見ていきたいと思います。まあね、参考書マニアになってしまったけれども、なかなか参考書は進まないという彼だったんでございますが、はい、送られてまいりました。はい、共通テストを受けまして、はい、その結果を、自己採点結果を送りますということで、やってきましたので、はい、そちらを見ていきたいと思います。はい、それではですね、それぞれの点数を見ていきたいと思います。まあ受験したものは、英語リーディング、英語リスニング、まあもちろん必要ですからね。はい、そして臨政ですね。はい、まああの優秀な人は結構受けると言われるね、倫理政治経済、そして、国語、そして数学 1A、 数学 2B で物理に科学という形になります。はい、もちろんね、理系ですので、はい、東北大理系を目指す、はい、4浪、まあまあ一応ね、大学は1回行ったんですけどね、推薦で大学入って、で辞めてっていうんで、まあ一般で東北大に行くと決めて、頑張って勉強しているという形なんですが、はい、行きます。まず英語リーディング、16点 16？ おい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 、まあ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 、そうね、そうか、16か、そりゃきついぞ。まあなかなかね、英文法書も終わらない、大岩の、ね、英文法とかもね、全然なんか終わらない状況なんでね、ちょっとまあこれは痛いぜ。続いて英語リスニングで、はい、リスニングは32点。まあちょっと今年優しくなった分ね、できてくれてないとな、ちょっと山間なんじゃないかって思う部分もあるんですけど、本当に大丈夫なのか、これ勘じゃなくて解いたの、心配だな。どういう風にこの点を取ったのか、ちょっと本人に後で聞いてみない。続いて倫理政治経済ですね。まあまあなんかこのね、中間の発表のやつで今年は満点がいなかったって言われてるやつで、倫理も満点いなかった、政治経済も満点いなかった、倫政も満点がいなかったって言ってね、すごい話題になってますよね。とにかく倫理は知識がなかなか難しいのがあった、政治経済は分量が多かった、計算もしなきゃいけないしっていうやつでしたが、はい、15点か、きついな、臨政。でも、だって読み取れば取れる問題あるからね。そう、だから知識使わなくても正解できる問題あるんで、まあそこにまず問題点があるんじゃないかなって思いますね。まあということはですよ。そうですよね。国語にも問題ありますよね、絶対ね。国語力問題あると思うんで、そちらの点も見ていきたいと思いますが、国語が26点。200点満点ですよ、だって国語って。100点満点にしたら、13点ってこと？おいおいおい、一体むしろ何が取れたんじゃい？現代文が取れたの？どれ？古文？漢文？その内訳わかんないよ。続いて数学ですね。まあ一応理系ですからね。はい。推薦で行ったからといってね、学力はね。あ、別にすごい悪い大学じゃないですよ、行ってたのは。有名な大学ですよ。では行きます。数一 A、4点。4!1問か2問とかってこと？おいおいおい、どれを選択してそうなったんだい？おいおいおい、ここで取れたんだ。すげえな。続いて数 2B。8点。2倍になったと喜んでいられるものではないですね。8。4浪して 8? 一体何を勉強してたんだ？ん？はてながいっぱいです。まあそんなこと言ってもね、まあ一応理系ですから、はい。理系なんでね、まあ理系科目は得意でやってたと思うんで、数学だけじゃないですからね。はい、物理。34点。なるほど。まあなんかもうもはや高いものに見えてきてしまうんですけど、34か。それはそれで問題から。はい、34点取れました。そして科学は20点。ほー、なるほどね。一体どこで取れてて、どこでダメだったのかわからないですけど、まあなるほどね。数学が気になるはどこが取れてたのか。まあこういうことですよ。参考書マニアになってもダメなんですよ。自分がちゃんとやってそれを使いこなせるようにならないとダメっていうのを、まあまあまあ体現してくれた、ある意味反面教師という形だと思いますけどね。あとはそうですね、時間があればいいってもんじゃないっていうのも分かったと思いますね。人は時間があればあるほど無駄にしてしまいますからね。だから浪人すれば伸びるっていうわけではありません。きちんと前にある課題を一つ一つ解決していかなきゃダメだっていうのをね、はい、見せてくれたと思います。はい、ではですね、また英作文送られてきましたので、はい、そちらを添削していきたいと思います。
トピックが What is your favorite free time activity ですね。ああ、前回と同じですね、うん。同じので送ってきたわけですね。はい。国立目指すんだったらね、英作文できないといけないですからね。まあ、自由英作、和文英訳のね、練習はしていかないといけません。はい。My favorite activity is skiing when free time in winter season. 前も言ったけど、この free time 何々っていう名詞を修飾している時にあの free time ってあの線引かれるんですよ。ハイフンのね。まあ、どちらにしろ when の後ろにね、主語動詞がない時点で、これはもう文法がめちゃめちゃなんですけど、まあ、skiing っていうのは I2 つですけど、はいですね。My favorite activity は skiing であるっていうのは大丈夫ですね。when free time っていうのおかしいね。だからまあ、during とかやらないといけない。during my free time, during my free time in the winter season. まあ、もしくは in winter っていうので、やるし。続いて、理由を2ついいんでしょうね。first. ああ、またほら、there 大文字になっちゃってますね。はい。この文中をね、大文字で始めちゃう人、これね、絶対直さないといけないですから。この癖って本当直んないからね。やっちゃう人すごく多いですね。はい。t を小文字にしてくださいね。there とか this とかさ。あとは i ね、it とかね。はい、本当に多いです。これはまあ、この間のね、高校での講座でも、口スパーク言ってきました。many ski area, are とかね、many とかあるのになぜ単数形なんだ。複数形でしょ、areas にならないといけませんね。in my hometown ですね。ホームタウンには多くのそのスキーできるエリアがあるってことですね。うん、areas にちゃんとしてくださいね。next! すごいスペルだ。next! みたいなね。はい、S はいりません。I have no special reason to ski か。reason じゃないか。special season to ski。どういうことだ ?special season って。specific かな ?specific season ってことかな。特別な季節はないと。because I ski for a special reason。特別な理由のためにスキーをするから、special なシーズンはない。どういう意味だスペシャル、しかも、もはやリーズンとシーズンを間違ってんじゃないかと思うぐらいになってるんですけど。どういうこと ?for no special reason ってこと?理由が特にないので、あ、なんか特別な理由がないので、特定のシーズンがないってことかな、スキーをする。それだったらまあ意味がわかるけどな。そういうこと?多分そういう意味だと思うんですけど、違うのかな?多分そうだと思うんだよね。I have no reason, I have no specificseason. I don't have a special reason to ski とか、ね、そのただただ楽しいからやるみたいな。I do it simply for fun とか、そういう意味でやったのかなと多分思いますけどね。はい。まあ、どちらにせよ、英作文、英検3級のやつだよね。このレベルじゃ、東北大でしょ?東北大って言ったら英検準1級よりも上のレベルじゃないといけないよね。もうリーディングに関してはさ、だってそもそも共通テストが準1を超えてるから、難しさで言ったらね。まあ、もちろん語彙問題とかでは違うけど、はい。まあ、読むだけの読解っていう意味では共通テストの方は難しいですから、だからね、ちょっとちゃんとやらないとダメだよ。本当に。本気でやらないとダメだと思いますよ。このままダラダラと勉強を続けていても得られるものはないと思うんで、ちゃんと一冊一冊参考書やるんだったら完璧にしていく。で、誰かね、指導者に見てもらわなきゃいけないっていうんだったら、ちゃんとそういったことも考えて勉強すべきだと思いますけどね。どうだったでしょうか?はい、皆様もですね、ちょっと考えてみてもらってですね、長くやればいいってもんじゃないんで、勉強っていうのはね、推薦で行った大学なんで辞めちゃったんだろうなっていうのがね、ちょっとあると思いますけどね。そのまま行ってれば、だって今から推薦をさらに取るのは難しいでしょう。大学辞めちゃってるからさ、一般で東北大行くためには遠い道のりになると思いますけどね。はい。まあ今年はもう当然ね、足切りされちゃうだろうか、東北大無理だろうけどね、頑張って、じゃあ国立のね、大学目指してやってもらいたいと思います。はい、藤川さんの医学部とどちらが先に合格しますかね。はい、ということでございました。ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張れ受験生。今年どうすんだろうな。私立受けんのかな。